普段はそういう後輩女性声優さんとかをとこう番組やるとかってなったら、うん、どういう感じでお呼びするんですか、お名前は。ああ、苗字にさん付けかな。苗字にさん付けが多いです。周りになん、あとね、その同じ苗字がさ、そのプロの中にいっぱいいると、はい、そうですね。結構こうなんて呼ぼうみたいなのをちゃんと決めたりするよ。うんうんうん、あ、そうなんです、ね。本人に許可もらって、で勝手にあだ名つけて覚える場合があって、それが悪いんだよ。昔それが定着しちゃったことがあって。なんとなくその俺が勝手につけたひどいあだ名で覚えてたら、それが定着しちゃったことがあったの。申し訳ない。じゃあ私のことはどう呼んでいただくの。楠木さんって、はい、タイテンがいる。そう、タイテンさんとかぶっちゃうんですよ。このアニメ出てない楠木さんみたいになるから挨拶でそれで出ようと思ったんだけど。あ、そういうことなんです、うん、解説の小林さんとアニメ出てない楠木さん。バカ野郎お前、何過ぎたお前、バカ野郎お前。じゃあ似てるの。普段はファンの方からはトモリルって呼んでいただいてるんですよ。トモリルだと思ってた。トモリルなんだ。どっちでもいいんです、正直。なんかツイッターで募集しちゃって文字だったからどっちか分かんなかったんですよ。なんでまあそれはどっちでもいいんですけど、なんかおいおい杉田さんにはそのオリジナリティあるものつけていただきたいって今思っちゃったんですけど。またそういうほら、そういう人いるのたまに。はい、すごい気になりました。俺に似顔絵描けっていう人と変なあだ名つけろっていう。僕は有吉さんかなんかからみたいな、ね、違う、そういう人じゃないよって。なんでまあ今回のラジオではぜひともりるって呼んでいただけたら嬉しいなと思いますので、ともりる、ありがとうございます。よろしくお願いいたします、うん、杉田さんは杉田さんでいいですか。俺好きに呼んでもらって。じゃあ、うん、杉田さんってお呼びさせていただきます、うん、よろしくお願いします。いい、ということで早速始めていきましょう。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんと進行の楠木さんとゲストの中年さん。